タヤとの野望チャンネルへようこそ。突然ですが、皆さんは人間関係がめんどくさくなったことはないでしょうか？僕はいつもね、宇宙の果てにある星で一人だけで仕事したいなっていうふうに思っているんですが、今日はそんなことが可能になるゲーム見つけたんで、こちらプレイしていこうと思います。この真ん中にある宇宙船、これに僕が乗っています。さあ、一体どの星で働けばいいんだ？この星じゃないよなまさか太陽みたいな星のすぐ脇を通ってるけど、焼かれて死んでそうだけど、どうやらこの星みたいだな。 Now you are about to reach the designated planet. はい、というわけで惑星に着きました。うまく着陸もできそう。なんか普段不時着してるイメージあるから、なんか新鮮だな。はい、というわけで、これからですね、この星を開拓するという仕事を仰せつかりました。ここならめんどくさい人間関係に翻弄されることもなく、一人だけで働いていくことができそうです。どうやらメカのスーツみたいの着てるみたいだね。あ、すごい、バーニアみたいなジャンプもできる。おおにしても何にもないけど、こんなところで本当に一人で開発するのちょっと無謀なのでは？まあでも、めんどくさい上司のご機嫌伺ったりとか、何考えてるか分かんない若手社員の気使ったりしなくていいから、まあ気楽ではあるな。どうやら右クリックで木を取ることができるみたいだね。よし、じゃあまずは木材集める。こういうゲームはだいたいまずは木材を集めて薪にするとか、こうそういうのなんですよ。こう斧作ったりとかね、マインクラフトで見たことがあります。いいよ。あとこの着陸ポット、これも解体しろっていうことみたいで、これ解体していいの？帰る手段は？でもこれじゃ帰れないよな、もう何かあったらどうすればいいんだろう。ちなみに星自体はそんなに大きくなさそうだね。もうすでに地平線水平線が見えるぞ。でここから何をするかなんだけど、これはなんだ、石、とりあえず石をいろいろ集めてみるか。斧は作る必要なさそうだな。このめちゃくちゃ優秀なスーツのおかげで木はたくさん取れるぞ。これはなんだ、これ石炭っぽくない？これ多分石炭ですね。あ、石炭だ。石炭がどんどん集まっていきます。よし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 、いいよ。でまずこの星を開拓していくために研究しろって書いてあるね。研究、まずこれかな。まず磁気コイルっていうのを作れっていうことみたいだね。さっき自分が乗ってきたポッドをバラバラにしたんだよね。それを合成して今磁気コイルが作られています。はい、電磁気学の研究が完成しました。これはなんだ、あ、これ鉄鉱石だ。よし、鉄鉱石掘ろう。まあ鉄とか必要だよな。でも鉄を鉄鉱石から掘るところからやらされると結構苦しいな太陽が見えます。あ、少しずつ沈んでってるのかな。でこの掘った鉄を鉄のインゴットに加工する機能がこのスーツについてるみたいだね。加工しましょう。エネルギーが必要なアクティビティス。どうやらこのメカニックスーツの電源がなくなりそうみたいなこと。これまずいぞ。燃料を補給してください。待って、燃料ってなんだ。あ、メカの炉の中に燃えるものを入れるといいんだって。あ、これだ、燃焼室ってある。ここに、あ、じゃあさっき掘った、はい、石炭、木も入れられるかな。木材とか入れとこう。あ、すごい勢いで燃えていっています。はい、あ、回復してるね。電気なくなったらやばいぞ。このスーツなくなったら終わりだからな。あ、こうやって掘ったりすると電源使うんだ、スーツの。今モリモリ回復してるんだけど、掘り始めるとちょっと消費があるから減ってしまうみたいだ。で、あとは何ができるんだ、これだ。で今手動で掘ってたんだけど、どうやら採掘機を作ることもできるみたいだ。じゃん、採掘機、これはなんと自動で鉄を掘ってくれるんだぜ。でどうやら電源がないと動かないみたいなんだけど、実はこんなものもあります。はい、風力発電、あ、動いた、いいねこれで自動的に鉄を集めてくれるようになりました。であとはなんか銅とかもどっかにあるはずなんだけど、どこにあるんだろう。暗くてよくわからないな。僕がこうしている間にも風力発電で鉄鉱石が掘られ続けています。やったね。え、銅ない、これかな。あ、あったあったあった、北東に銅を見つけました。あそこだ、急げはい、ここに銅を見つけました。じゃこれも
この自動採掘マシーンで、えい、いいね。あ、電気がない。ちょっと作ろうかな。仕方がないんで発電機できるまで手動で掘ります。いや、なんか人間関係めんどくさいから一人の方が働きやすいぜって思ってたけど、あまりにも現場は過酷かもしれないですね、一人でやるには。ちょっと早くも若干の後悔が芽生えてきた。はい、風力発電機できました。動き始めたようです。いいね。これで銅鉱石と鉄鉱石が自動で掘れるようになりました。でもこの掘った鉱石って鉄鉱石のままじゃ使えなくて精錬しないといけないんだよね。鉄インゴット、これ手動で作ると時間かかるんだよね。これもちょっと自動化しよう。はい、さらに技術研究進んだぞ。じゃーん、これですね、鉄鉱石を入れると自動で鉄のインゴットに加工してくれる機械です。電気がなくて動いてないんだけど。これに鉄鉱石を入れると、はい、鉄板を作り始めてくれました。鉄がね、精錬されたんだね。これで純度の高い鉄を手に入れることができたぞ。これちゃんと給料もらえてんのかな。これどうなんだろう。ちゃんとこの労働は給料発生してんのか。結構過酷だけど、そこ気にしたらダメなんだろうな、きっとな。はい、もう一個作ります。こっちは銅を掘ってるんで銅鉱石を、精錬します。さあ、これでこの鉄と銅でいろんなものを作れそうだね。はい、そしてさらに技術が進みました。で、今ですね、この採掘機から鉄鉱石を拾って、で自分で運んで鉄加工してるんだけど、これも自動化できるようになったはずです。じゃーん、ベルトコンベアがなんと完成しました。お、来た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 。はい、ここで掘られた鉄鉱石がここからニョ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 って出てきました。で、アームでここからここに鉄鉱石を入れると、お、運ばれてる運ばれてる。いいぞ。このベルトコンベアでですね、掘った鉄が運び込まれて自動で鉄になってます。これで手動で運ばなくてよくなった。やったー。で、あとアイテムボックスこの辺に、さあここに、倉庫を作りました。ここもつなげば完成した鉄板が運ばれるはずなんだけど、電気が足りない。風力発電機がもっとたくさん必要なんだ。はい、大量にできた風力発電機をまとめて並べていこう。ここを風力発電地帯とする。はい、電気来ました。これでここで作られた鉄板が、あー、運ばれてる運ばれてる。これ分かります？このストレージに鉄板が溜まり始めました。で、同じことをこっちの銅でもやろう。来たー、銅も自動で運ばれ始めました。で、あとはまた同じように自動で箱に収納するようにすれば、来たー、素晴らしい。見てください、これで銅と鉄が倉庫に自動で納入されるようになりました。これで日本に帰れるかもな。おーい、俺を国に返してくれ。多分これじゃ全然ダメなんでしょうね。だってまだまだこんだけの技術をここで開発しなければならないようです。多すぎなんだよな。ちなみに全体見るとこんな感じです。東のところで発電して、南だね、で鉄を掘って、北で銅を掘ってます。まあ北も南もどっちか分かんないけどな。もう毎度毎度のことなんでどうせ帰れないんで、ここを東京より発展させます。無理だよな。一人しかいねえんだもん。孤独だな。人間関係めんどくさいって言うけど、他に人間がいるからめんどくさいっていうことが言えるってことが分かってきました。返してくれ、俺を星に返してくれ。あ、これだ、火力発電所。次これを作ろう。どうやら風力に頼らず火力発電もできるみたいです。まあ、この星がどれだけ温暖化しようと僕は困らないんで、火力発電どんどん作っていきましょう。で、それにはこのなんかキューブみたいのを作らないといけないのかな、どうやら。で、このキューブを作るためには何が必要かというと、磁気コイルと回路基板っていうのを作らないといけないんだけど、手動でこれ作るのってめちゃくちゃ大変なんで、作ってくれる機械を今度は置いていこうと思います。はい、できました。この倉庫から鉄と銅がここに自動的に運ばれ、ここからこっちに、自動的に、この基板が運ばれて、キューブが自動で作られるという作戦です。磁気コイルっていうのも作らなきゃいけないんだな。これはどうやって作るんだ。この掘った鉄から磁石を作るんだ。鉄を全部鉄板にしちゃダメなんだ。これってなんかこう分配できないのか。お、あー、来た、よし、鉄が両方に流れ始めました。
でこっちで磁石作ろう。これで磁石が作られ始めました。ちょっと邪魔かも。一回置き直しだな。はい、まず銅が運び込まれるシステムできました。ウィーン。電気コイルとファイル基板な。でここに鉄板を入れます。じゃーん。おー、さあできたぞ。これで磁石と鉄を、ここに運び込むことができるようになりました。さあ製作が行われております。ウィーン。いいね。はい、研究所できました。であとはこの2つを、あ、できた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 。はい、完璧なる工場ができました。これで、あ、作られてる作られてる。見てください、キューブが作られ始めました。これでさらなる、ね、技術革新が行われるはずです。ちなみに星こんな感じ、こんなこれが星の全体像らしい。この星を開発しろと。でもたった一人でここまでの自動化を果たしたんだよ。褒めてくれよ。もっと惑星の全体像を見ることができるぞじゃねえんだよ。もっと褒めてくれよ。なんかちょっと寂しいよ俺。よくやったみたいな、なんかそういうのくれよ。なんか人の心が通っていない。まるでロボットじゃねえか。まあロボットなんだよな。実際ロボットなんだよな。はい、この箱にですね、この倉庫に自動でキューブが溜まるようにしました。キューブがあればいろんな技術をね習得できるようです。報酬欲しいな。なんかお金とかでお金あっても使えないからな。なんか美味しい食べ物とか欲しいの。お寿司とかくれませんかね。さあ全体こんな感じです。上で銅、下で鉄掘ってて、この辺りでなんかいろいろ勝手に自動で生産してくれる工場を作りました。果たして一体どこまでやったら許されるんだろうな。これこの星を開拓しろみたいなこと言われてここに来たんだけど、どこまでやればいいのかが分かんないんだよな。娯楽に走った方がいいのでは。魚釣りとかして、海もあるし。そんなことを言っていたらですね、火力発電機できました。これは、あ、これ石炭を燃やすんだね。いやいや、燃やしていいの本当に。本当にいいのか。お前が暮らすんだぞここで。ずっとここにいるんだとしたら、ここで止めたいんですよ。だってこの青い海もきっとこれからこの星が汚されることでどんどん黒ずんでいくと思うんですよ。汚染されて自分の対の住処になるかもしれない星をこんな環境破壊する意味がない。どうすればいいんだ。はい、石炭が掘り始めました。ここで掘った石炭がこの火力発電機に入って、あーめっちゃ発電してる。そしてめちゃくちゃ環境に悪そう。さあ今作ってるキューブで他にもいろいろ研究できるんで見ていこう。半導体を作れとか。ちょっと待って、半導体作れないのか。今半導体不足なんだよ地球は。半導体作れれば大金持ちになれるぞ。こんな星に追いやりやがって俺を。ここを自動半導体工場にして地球に戻ればもう一躍大金持ちです。マイニングしてもいいしな。でもマイニングはゲーマーの敵だからな。夜になってもライトをつけて24時間働いてる。なんかこういうゲーム大体24時間働かされんだよな。ベッドとかねえのかよ。こんなもん作るならベッド作れよお前。大丈夫か、頑張れるか。はい、そしてものすごいものできてしまいました皆さん。じゃん、無線送電塔。なんとこれ、この僕が着ているスーツに給電してくれるタワーのようです。給電されてる。あ、給電されてる、すごい、これはすげえ。あ、でも離れたらダメなんだ、近づいたら給電される。おお、やったー、これいいな。これでもう燃料に困ることはない。これが火力発電の力か。今こんな感じになりました。ちなみにかなり工場発展したと言えるでしょう。よし、というわけで今回ここまでにしようかな。工場も結構でかくなったですね。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃまたね、バイバイ。